べて。すみません。ありがとうございます。そうですね、まあ、自分たちが今までやってきたのは、まあ、奪った後早く攻めるです、まあ、中央のコンビネーション、まあ、それからサイドアタック、まあ、その辺で十分チャンス作っていけるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ベカチーネさん、いや、言ってたやっぱりシュートサッポーさん、うまいですね。お前か、うまいですね。ありがとう。でポケも大きいので荷物が多い人はポケに入れてください、はい、こちら、価格1200円です。ブルーとネイビーがあるので。安すぎない？1200円。間違えた。12000円。すいません。これでちょっと一回暑さを大丈夫です。いやいや、だから暑さは慣れとけって、マジでマジでバテるから。はい、もう動かして、はい、はい、こちら行かねえ、こんなく何年か入っていいよ。はい、行きまーす。あと向こうで、向こうでタッチお願いします。絶対負けない。で守備のところ最初前から行こう。で途中からしっかりコントロールして、さっき言ったタケとかボニーとかタクヤでコントロールするようにタムを含めて今日一つなんで絶対勝とう。最後です。よしコンスギブスコンペチ、ボンボラボンボラ。今日この気温だからしっかり、ね、肉体的にもきついと思うけどしっかり戦いきるぞみんなで。立ち上がりからね、立ち上がりから。全員で戦おうね。Thank you.
ながらのフリップとかじゃあ、間ながら。はい、続けて。向こうの5人をさ、俺ら多分3人、前3人とご覧2人で見ててぐるぐるやってるよ。後ろは、そうだね。だから僕、俺らは1人だけで。2、3m、最後みたいに下げるでも別にいいと。あ、OKOKOK。だから、あんまりだから、これは冷やしてね。大した行けないから、ちょっと下げようかって言って、ちょっと下げたんだけど。全然終わりだよ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 。最初カップはこっち側に意識としては置いておくってところ。あとはもうショーとケージローのところでスイッチを入れられるときは自分たちで今いけるってところで入れるようにボランチ消しながら。スリーバック後ろはやっぱり背後意識せざるを得ないから逆のボランチが必ずここを締めてくさびのところを潰せるように、まあ、この逆の構図でも同じこと。相手もボランチクリーンになると特にこの背後を狙ってくるからね。竹が下がったところの背後、匠これ遅れない、よしもこれ遅れない。ロングゾーンで全部からね、生きてるところない。特に休みじゃないからね。クイックあるからね。いや、いこう。あいお最初だったら。2人が全部から。行こうね。ここからだぞ。半分。こっから足にして。同じところの場所や。どうぞ。勝つとボニー、あのさ、この辺でさ、ボール奪って、この辺でボール奪ってさ、まあ、クリアすんじゃん。クリアするときにさ、まあ、こうやっているんだけど、ここのさ、相手のミッドフィルダーのラインとディフェンスのラインの間、ここめっちゃ空いてるの。だからさ、落としてくるね、俺のその手前側に。Come on.
はい、お疲れ様でした。まあ、起きたことが全てで、まあ、いい流れもあるけど、やっぱり足りないところたくさんあるんで、まあ、そこでやっぱりピンチになってるし、失点になってるところで、まあ、そこはやっぱり変わっていかないと自分たち上に行けない。いい、まあ、そこをしっかりと受け入れて、いい、繰り返さないようにするためにやっぱ自分たちが何をするかだよ、ね、普段からどうするかだよ、まあ、この気持ち変えられるのも結果とか試合しかないからね、まあ、そういう意味では冷静にする試合があるから、今じゃあ自分たちが何ができるのか、今ある中で何ができるのかしっかり考えて、次の試合に向けて最大限準備するしかないから、ね、まあ、そこに集中して水曜日敵地でしっかり巻き返せるようにチームとして、もう一回踏ん張れるように、いい、切り替えてやっていこう、いいね、はい、どうもありがとうございました。リベンジ。